大久保佳代子は21歳の時に光浦の彼氏を奪い同棲していた。それまでは光浦に佳代ちゃんと呼ばれていたが、それ以降は大久保さんと呼ばれるようになった。光浦から大久保さんと呼ばれるようになってから、大久保も光浦さんと呼ぶようになった。46歳になった時に雑誌の袋閉じでグラビアに挑戦をしたら、母親に、もしかして悪い人に脅されとるんか、と言われた。そしてこのグラビアを見た武井壮は、たまらん、と言って夜中に10キロ走った。昔、男性と食事をした時にご飯をおごったが、会計の時にプライドとかないの、と聞いたら、その男性に、お前とご飯を食べている時点でプライドとかない、と言われた。テレビ番組の企画で騎馬戦をした時に、女性であるにもかかわらず下の方で設楽を担いだ。しかしその隣では阿佐ヶ谷姉妹がボビーを担いでいた。